皆さん来ましたね。あ、来た。じゃあもうちょっとしたら挨拶をしようかな。おお、こんばんは。皆さんこんばんは。はい、では21時半になったということで、ふわふわナインライブ、本日2月3日のふわふわラインライブを担当します、ふわふわの中野由美です。よろしくお願いします。イエーイ。こんばんは皆さん。こんばんは。あーい、みーにお任せ。ちょっと声裏返っちゃった。はい、しょっぱなからね、絶好調ということで、30分間内容の濃いものを皆さんにお届けしていきたいと思います。頑張ります。はい、ではではでは、もうちょっと待とうかな。はい、気合い入れていきますよ皆さん。私のテンションに皆さんもついてきてください。はい、じゃあ始めましょう。すごい緩いけど大丈夫かな。はい、それではですね、まずこの配信を開いて、あゆみちゃん何洋服に貼ってるのって思った方いらっしゃると思うんですけど、はい、もうここの紙に書いてある通り、この配信で、ポイント数1位の方になんとプレゼントがございます。はい、そのプレゼントというのがですね、私がデザインしたオリジナルクリアファイルがプレゼントされます、1位の方に。はい、そうなんですよ。なんか単純に自分の好きなようにデザインしたっていうだけじゃなくって、見栄え性も結構、デザイン性も結構こだわって、もちろん飾るのもいいし、実用的にね使えるっていうのは大きいことなんじゃないかなと思ったので、実用的にも使えるようなデザインを頑張って考えました。皆さんということでね、皆さん1位目指して頑張ってください。なんかポイントを持ってるよっていう方いらっしゃったら、もうポンポンと投げちゃってください。はい、配信終了の5分前21時55分になったら、ファンランキングの方を発表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。お、テディベアありがとうございます。ミックさんだ、ミックさんありがとうございます。つよぽんぬさん、バラありがとうございます。一輪のバラかっこいいね。はい、それではね、お話をしていこうと思うんですけど、なんとね、今回トークテーマがあるということでですね、昨日の配信メンバーが塚田桃香だったんですけど、なんと桃ちゃんからトークテーマを2つ聞いております。受けたまわりました。はい、では話しちゃっていいかな。まずトークテーマ1、好きなアニメの話。アニメの話しちゃってもいいのと思ったんですけど、ももちゃんはね、私がアニメめっちゃ好きっていうのをね、多分分かってた上でこのトークテーマを多分決めてくれたんだと思うんですけど、はい、いや、ありがとう、ももちゃん。みんな好きなアニメの話してもいいかな。いい。
ティアラありがとうございます。いいかな。あ、ありがとうございます。アニメ知らない、興味ないっていうね方も、私のお話を聞いて少なくともあゆみちゃんはそこまで言うなら見てあげてもいいよっていう風になさせるように頑張るので聞いてください。はい、それではまず自分の好きなアニメ、もういっぱいあるんですけど、その中でも厳選して5つあるんですよ。あ、1つには絞れなくてどうしても。はい、そうですね、ちょっと待ってくださいね。ほい、はい、まず一つ目が、知ってるかな、僕のヒーローアカデミアっていうアニメと、あと今すごくなんか鬼滅の次に来てるとか言われちゃってる呪術廻戦、聞いたことあるかな。あとは映画化されましたね、約束のネバーランドと、と7つの滞在、聞いたことある。お、ヒロアカってきた。そう、僕のヒーローアカデミアっていうねやつがあるんですけども、そして最後、今4ついったかな、最後がソードアートオンラインっていうゲームの中で戦うみたいな、簡単に言うとアニメです。なんだろう、やっぱ好きなアニメを全体的に見るとジャンルで言うとアクション系が好きなのかなって思いました。そうなんですよね、うん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 、全部見た、お、全部見たって、はい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 、すごい。少女漫画はないの。あ、そう、なんか私、あゆみちゃん意外だねって言われるんですけど、少女漫画系の恋愛系のアニメはあんまり見なくて、なんか友達に勧められたら見るっていうくらいなんですけど、はい、おすすめのなんか女の子系のアニメあったら教えてください。まあそんな感じですかね、もう一つ一つ作品に、好きな作品に対してここがどうでああでとか言ってしまうと、もう軽く1時間は絶対超えてしまうので、好きな、自分の好きなアニメ5作品のタイトルだけ言いました。はい、もうね、多分ね、今のところふわふわの中で言うと一番アニメオタクな自信はある、謎な自信。はい、そうなんですよね、はい。で、逆に言うと最近見たアニメは魔法少女マドカマギカみたいな作品を最近見ました。だとアナザーっていうちょっと鬱っぽいアニメなんですけど、鬱系アニメと、あとはなんだっけな、リゼロ、今ねリゼロ見てますよ、途中までなんですけど、はい。リゼロ見ようと思ったきっかけが、なんだっけな、もう結構前にゲームセンター、もう結構前なんですけど、ゲームセンターに行った時に UFO キャッチャーの景品でレムラムちゃんがのフィギュアがあったんですね。これ何のアニメだろうってそこで初めて知って、え、こういうアニメあるんだってなって、そしたらなんか私生活でも結構、友達とかもそうなんですけど、リゼロリゼロ、あ、リゼロ見てないなら見た方がいいよとかいろんな意見を聞いたので、あ、じゃあ見てみようと思って、やっとの思いで見ました。はい、そうなんですよね。コーギーさん、リゼロのフィギュア取りすぎた、あ、リゼロ好きなの。やっぱね、アニメのフィギュア、自分の好きなアニメのフィギュアを見つけてしまうと絶対的撮りたいって思っちゃう。私は UFO キャッチャーで撮るよりも
買います。ネットで買う、確実そっちの方が。私的にはね、もう下手くそなんで本当に。はい、あとはそう、五等分の花嫁を最近見たんですよ。さっきもコメントでね、五等分の花嫁は知ってるっていうコメントもあったんですけど、見ました。やばいね、あれハマっちゃってますよ今。今ね、手元にほら、もう最近ハマったからさ、たまたま見かけてガチャガチャ回しちゃった。可愛くない？めっちゃみくちゃんとニノちゃんって言うんですけど、もうあの知らない方、名前だけ知ってるけど見たことないとか、そもそも五等分の花嫁って何って思う方に対しては本当に見てほしいと思っております。今なんか好きっていうか推しアニメ、中野美の推しアニメでございます。見てください。あのあとね、これと四つ葉ちゃんと、どれだっけ、四つ葉ちゃんの缶バッジとラバーストラップを持ってたんですけど、妹が欲しそうだったのであげました。はい、ニノちゃんかわいい、やばい。はい、まあこんなこんな、結構そうですね、まあ、こんな感じでございます。はい、五等分の花嫁はちゃんと見たことないから見る。いや見てください本当に。だって今じゃないな、この間一期が多分12話まであって終わって、第2期が今地上波でやってるんですよね。しっかり録画して全部見てますよ。録画して今見てるアニメは進撃の巨人、約束のネバーランド、あとなんだ、呪術廻戦じゃん、五等分の花嫁じゃん、あとなんかあった気がする、なんだっけ、永遠の塩バター終わっちゃったのか、もういろいろ見てます。ちょっと落ち着いた時にソファーに座って録画を見るのが私の最高の幸せなひとときでございます。はい、あ、皆さん全然言い忘れてしまったんですけど、じゃん、ハッシュタグふわふわラインライブというハッシュタグをつけてたくさんツイートしてください。ふわふわメンバー全員見に行くので、皆さんぜひツイートしてください。ハッシュタグふわふわラインライブのツイート、何のどんなツイートしたらいいのっていうのはもう何でもいいんですよ。ふわふわ可愛いと思ったらふわふわ可愛い最高でもいいし、あのメンバーのね、LINE ライブのスクショとかを貼ってツイートするでもいいし、文字なしでもいいし、写真だけでもいいし、もう何でもいいのでツイートしてください。待ってます。あとね、こちらも SNS のフォローお願いします。中野美と検索したらもう圧倒的に出てくるのでよろしくお願いします。はい、うわーポイントありがとうございます。磯部ちゃん、ホールケーキありがとうございます。ケーキ食べたい。あ、バラありがとうございます。プツヨポンヌさん、ロイストさん、バラありがとうございます。はい、ミックさん、王冠、王冠なんて初めて見たぞ。王冠ありがとうございます。皆さん1位目指して頑張ってください。はい、キャンディーちゃんもありがとうございます。皆さん、こうちゃん、今日配信終わったらつぶやくね。つぶやいちゃって、お、テディベアありがとう。大志さんだ。サーチン、カラコン入れてないよ。ラガンラガン。いや皆さんありがとうございます。ミュウが来た。遠藤ミュウ来てるの。遠藤ミュウさん、遠藤ミュウさん、あ、佐藤さん、なんだ、ファイト、うちはありがとうございます。この私がデザイン性にこだわったクリアファイル、誰の手元に行くのだろう。でもね、みんな大切に使ってくれるから。あ、チャイコスさん、ティアラありがとうございます。エンドキャンディー投げてる。
エンドちゃん、はい、そうですね。あ、忘れてた。ももちゃんから受けたまわったトークテーマ2つ目いきたいと思います。今45分なのでね、ポンポンといっちゃいますよ。皆さんついてきてるかなついてきてるかな。はい、お、漢字が読めない、なんかわかんない、漢字が読めない。はあ、フォローありがとうございます。皆さんフォローも待ってます。 SNS もね、 Twitter、インスタ、TikTok、なこなえみと検索したら多分大体うち一番上に出てくるので、皆さんぜひフォローお願いします。イエイ。そうだ、トークテーマ2つ目に行きましょう。ももちゃんから、あ、ロヒタさんありがとうございます。かわいいうちは、ロヒタさんじゃなくてロヒタさんじゃなくて、ももちゃんからいただいたトークテーマ2つ目が、あゆみのナイトルーティーンの話をしてほしいということで、え、気になるのかな、私なんかのナイトルーティーン。確かに動画にはしたことないけど、モーニングルーティーンの動画は多分1年前くらいにあげたですけど、でも今と昔のモーニングルーティーンも全然変わってますしっていう感じなんですけど、はいナイトルーティーンのお話をしましょう。はい、そうですね、でもごく一般的に普通的になりますね、ざっくり言うと。まずじゃあ次の日がオフの日バージョンのナイトルーティーンを紹介したいと思います。もう本当に一日何も予定がなくて、この日は絶対的オフっていう、 YouTube の編集もしないし、もうなんか自分の好きなことをする日、次の日がっていう、そういう日の前の夜のナイトルーティーンを紹介したいと思います。そうですね、まずお仕事から帰宅します。まずね、絶対的手洗い、うがい、これはね、これに限るよ、みんなも多分そうだと思うけど手洗い、うがいをしましょう。そしてアルコール消毒をした後に、とここでまあ次の日オフなんでね、録画していたアニメを一気見します。私大体溜めちゃうタイプなんですよね。で、一気見したいタイプで、はい、まあ、これこそアニメなんですけどね、全部が全部はい、一気見します。で、ある程度見終わったら次は夜ご飯になります。夜ご飯食べて、で、ちょっとワンちゃんたちと戯れたりして、まあ、このワンちゃんたちと戯れる時間がスーパー長いんですけどまあ日によってって感じですかね。まあ戯れてちょっと疲れたなと思ったらお風呂に行きます。はい、まあ、その後ね、髪も普通に乾かして、その後あゆみのスキンケアタイムが始まります。はい、揺れたはい、スキンケアタイムが始まりますね。もうこれも毎日ではなくて、やっぱ毎日っていうのは大変なんですよ。やっぱお仕事から疲れてきて帰ってきた日とか、毎日がっつりスキンケアをやるっていうのが大変なので、あの最低限の化粧水、乳液、美容液は最低限でやって、で1週間に多くて5回、多くて5回、少なくて3回かな、美顔器をします。美顔器はピーリング、前インスタにも紹介したんですけど、ピーリングって言って超音波でお水、濡れてる顔に対してこうビーってやると、角質みたいの、ちっちゃい角質みたいの取ってくれるんですよね。毛穴の汚れとか取ってくれるんですけど、そのピーリングっていうやつをやった後に、なんだっけな、超音波って言って、なんですかね、まあ要するにむくんでる顔がちょっとリフトアップするみたいな、大げさに言うとここの口角が
むくんでる時って私こうなってんですね、大げさに言うとこんな感じなんですよ、大げさに言うとね。なんですけど、超音波のやつをやることによってここの口角がグッと上がるんですね。あとここのむくみの部分、すっごいね私むくむんですよ、むくむ体質で。なので専用の超音波の機械で持ち上げます。これでもかってくらいはい、多分前のラジオ、あんちゃんのラジオでも言ったかな。はい、まあそんな感じです。はい、そうですね。あとはまあパック、パックは私パックいっぱい持ってるんですよ、ストックなんですけど使わないんですよね、パックって。だからパック使う美男子美女子にあげたい。これこそプレゼント企画したいんだけど大丈夫そうはい、そうなんですよね。まあ、パックは週1するかしないかくらいですね、私の場合。もうスキンケアで結構終わらしちゃうタイプなんで。でもその代わりピーリングとか超音波とか当てたりしてます。はい、もうパックプレゼントしたい、いっぱいいるのよ。 なぜかだんだんど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 ん溜まっていくんですよね。まあそういう美容系、まあ美顔器 しながら皆さんから来たインスタの DM の方の反応スタンプをねポンポンと押させていただいております。はい、インスタの DM はね皆さんのメッセージをちゃんとチェックして反応を見たよっていう反応を必ず送ってるので、何かある方は、何かある方はっていうか何もない方でも、もうお気軽に何でもいいので、あいうえお、かきくけこ、さじせぞでも何でもいいので送ってみてください。何か飛んでくるかもしれないねはい、おっくんさんフォローありがとうございます。よかったら SNS の方もそしてフォローお願いします。そしてふわふわラインライブというハッシュタグもつけてツイートしてみてくださいはい、そうですね、まあ、こんな感じですかね。あ、違う、あとそうだ、そうで美容系のあゆみのスキンケアタイムが終わったらちょっとお部屋の片付けをするんです、ここで。なぜかっていうと私は毎日毎日こまめにお部屋の片付けをしないと洋服がどんどん、洋服の山ができてっちゃうんですね。それはやばいのでもう毎日毎日ちゃんと片付けるようにしてます、最近は。前まではもうひどかったです。片付けない時なんて1週間片付けないで放置してた時もありました。嫌いにならないでください。でもね、こう見えて綺麗好きなんだよ。なんか掃除は好きだけど片付けるのが苦手って感じですかね。まあちょっと お部屋の片付けをした後に1時間くらい YouTube 見ます。で最近サバイバル系の YouTube にハマってて、え、なになになに、イルカ、え、イルカ、ミヤリーダさんありがとうございます。イルカが飛んだ、めっちゃ綺麗、つかみたい、つかめないありがとうございます。素敵、イルカ、綺麗なものが見れた、ありがとうございます。すごい綺麗。はい、なんだっけ、なんだっけなんだっけ、そう、1時間くらい YouTube 見て、その後満足するまでアニメを見ます。もう起きてる時は遅くて夜中の3時まで、次の日本当に何もないっていう時は夜中の3時まで見てますね、アニメ。はい、そうなんですよ。大丈夫かな、ごめんなさいね、止まっちゃった、ごめんなさい。目覚ましが鳴りました。この目覚ましの合図はあれですね、ちょっと待って、ちょっと待ってね、どこまで話したっけそう、寝ます。はい、そんな感じです分かったかなみんなはい、そんな感じでございます。次の日何もないっていう時は本当3時まで起きてるって感じですね。次の日何かあったらさすがに絶対寝るけど、そんなナイトルーティーンでした。動画にできたらもっと多分面白いと思うんですけど、
はい、そんな感じです。それでは55分になったということで、はい、なんともう締め切りですね。もう締め切りですよ皆さん。ランキングの方を発表していきたいと思います。私あの配信始まって一度もまだ見てないんですよ。見ます。じゃん。1位、ミニオンリーダーさん15,000ポイント。さっきのイルカちゃんだ。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、ミニオンリーダーさんには私があのさっき動画の冒頭でも説明したんですけど、置いても可愛いし実際に使えるようなデザインを考えて、作成したのでね、そのオリジナルクリアファイルをプレゼントさせていただきたいと思います。おめでとうございます。いやでもね皆さんポイントたくさんありがとうございます。できたらみんなにプレゼントしたい。本当にありがとうございます。はい、そうですね、そんな感じです。あ、そう言い忘れました、ミニオンリーダーさんは、このポイントの、ポイントの部分、そうですね、ポイントランキングの方をタップしてスクショしてください。スクショ絶対スクショしてください。はい、お願いします。それは忘れずに。はいおめでとうございます。それではそれでは最後にスクショタイムをして終わりましょうかな。あ、しました、了解です。はい、配信早いね、早いねいつもよりなんかすごい企画が盛りだくさんだったからこそいっぱい話せたし、お勉強にもたくさんなりました。じゃあスクショタイムしましょう。今日は2月3日、2月3日はい、逆バージョン。はい、みんな撮れた？可愛く撮れた？ちょっとあんまり可愛く撮れてなかったら加工してはい、じゃあそのね今撮ったスクショとかをね、このハッシュタグふわふわラインライブでね、つけてツイートしてください。待ってます。もう何でもいいのでたくさんツイートお願いします。そして言われちゃったから SNS のフォローもお願いします。中野恵美と Instagram、Twitter、TikTok など中野恵美と検索したら一番上に多分出てくると思うので、そちらの方もまだフォローしてないよっていう方ぜひチェックお願いします。フォローもポイントもたくさんたくさんありがとうございます。お時間を作って見に来てくださってありがとうございました。はい、時間という間本当に。はい、それでは終わりたいと思います。みんな本当にありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。え、待って、あと1分ある。1分大切にしよう。バイバーイ、おやすみなさい。お疲れ様でした。あ、ミリオリーダーさん届くの楽しみ、待っててください。はい、おやすみなさいたくさん話できて楽しかったです。大好きだよ、ありがとう、バイバーイ。